こんにちは。さあ、今日も、ランチ、友の会、ランチをいただこうということで、まずは、紹介してくださった、井出大将です。井出大将。こんにちは。お願いします。エビマルラーメンさん。はい。もともとどういうシェフでしたっけ？もう、フレンチの巨匠。フレンチの巨匠が。はい。エビラーメンって結構いろんなところにあると思うんですけど、ね、ラーメンとして成り立ってるかっていうのがすごい大事かな。これパスタでいいんじゃないみたいなお店結構多い中で、ああここはもうラーメンとしてしっかり成り立ってるってことが、ものすごいやっぱり素晴らしいなと。あ、そうですか。そんな時代上なんか本が、はい、よろしく。はい、すいません。こちら、ここだけの話を聞く技術という本が5月に発売されております。今更ですけど、はい、何者なの？ラーメンライターで出てるでしょ。ラーメン専門のライター。これも出してですか？はい、これはラーメン屋さんとかって無口な方とか厳しい方とかいろんな方取材してきて、その技術を、その心の扉の開け方をということですね。なるほど。さあ、まあ我々二人でもということで、はい、ランチといえばこの方々、お願いします。どうもお願いします。七割の初です。お願いします。あれ、ちょっと待ってください。あれ、副社長、副社長やのにガクト歌ってる？回る回る置き去りにされた時の中で、私は今レミゼラブ。あっ、ムササミや！うわぁ、死ねぇ。なんのことやねぇ、なんのことやねぇ。藤原副社長で行かせて、藤原副社長で行かせて、似てますか？今日は皆さん、はい、あんまり食べたことないと思いますけど、はい、エビラーメン。エビラーメン、オマールエビ。オマールエビです。なんかえげつないことやってるんですよ。結構高級食材じゃないですか、オマールエビって。それを食べれるんですって。うわ、嬉しい。行きましょう。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。お願いします。フレンチから。はい。なぜですか？出だしは、もう本当些細なことで、夫婦でフレンチやってたんですけど、どっちか倒れたら収入なくなるじゃんっていうような発想から、セカンドビジネスでなんか始めようかっていうんで、ラーメンだったらなんか簡単そうじゃねみたいな感じで、簡単。始めたんですよ、約8年ぐらい前に。はいはい。まあそんな感じで何も勉強もせず適当にやってたんですけど、全然客来ないし、来てもこんなもんラーメンじゃねえよとか言われて、であらららなーっていう感じで、とうとうこうラーメンへのスイッチが入りまして、でちょっとこう有名店食べ歩いてみようとか、ラーメンなんかそもそもあんまり食べなかったんで、で食べて自分のとこ帰ってきて自分の食べて、何が違うのかなっていろいろこうやったりとか、もう本読み漁ったりとかして、わあ、これはちょっと今までのフレンチ 100% 出してたところから引き算始めないとダメじゃんっていうことに気がついて、それでブワー引きまくって、とうとう今の味になったっていう感じなんですけど。そう、じゃあラーメンの世界入ってから何年かかりやったんですか？そこまでは半年ぐらい。でもそんなんで、はい、3ヶ月間も真っ赤っかで、いざとなったらパスタ屋ガーナやろうと思ってたんですよ、得意技の。ところが、もうせっかく一歩足踏み込んだラーメン業界、もうとことん一回上り詰めてやろうじゃないかって気持ちにスイッチが入って、それでもう勉強しまくって、麺もこだわってってやってって美味しくなったんで、ずらっと SNS でもう無差別にラーメン好きな人に500人ぐらいバーッと送ったんですね。エビ丸変わったよって。そしたらその人たちが数十名来てくれて、それから発信し始めてくれて、あ、最初からお店はここやったんですか？そうっす。はい。はい。じゃあここで、その、まあ、いわば、はい、あんまりまだ未完成のラーメン食べた人なんかは、はい、もう帰ってこさせなあかんし。そうです。いや、お客さん厳しいですもんね、ラーメン。そう、いや、すごい厳しいです。お客さんって。しかもこの街、はい、なんかもう安くて、ボリュームがあって、なんていうものばっかり求めてる人たち。まあ結果的にそれで良かったんですけど、うちは。他と差別化できて。そういうことっていうよりも、悪いところに気がつけたっていう意味。あ、なるほど。これ、多分、港区でやってたら、みんな普通にグルメの人たち、うまいって食べてたと思うんですよ。ところが、ラーメン好きな人たちには、これ、ラーメンじゃないっていう、そこに気がつかせてくれたっていう意味では、ここでやって正解だったんですよ。なるほど。はい。そうなんだね。はい。もう普段はもう行列で。はい。
いや今日は特別にすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もうじゃあ早速作りますね。はい、はい、これはもう何をもうお任せでいいんですか。はい、エビマルラーメンってまずそれは食べてお願いします。はい、はい、七曲がりが出てくれたよ、はい、YouTube に。 YouTube に、あ、あ、はいはいはい、出させていただきました。はい、俺森下が、はい、死んだやつやつって、あ、はい、俺のところに、はい、いやいやいや、あんな風に言ってますけど、はい、ハッセもマジでヤバいですから、そこ掘ってくださいって言って、ちょっと掘ってくださいえ、そんなことないですよ、僕。お前もだいぶな、いや、なんですか、がりな、いやいや、マジでヤバないっす。いや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 、どういうことですか。いや、それは何か知らんけど、はい、掘ってくださいとだけ色きたわ。え、マジっすか。じゃあちょっと今度ハッセを掘る会社、はい、ちょっとだけやめ、僕ランチ食いたいだけなんですよではでは、まずうちはですね、ラーメンの前にアミューズといって、はい、あのその日その日でいろいろ違うんですけど、はい、今日は冷たいあのパプリカ、黄色のパプリカのスープ、はい、これからスタートいたします。これ贅沢やな、フレンチってことです。うん、こんな始まり知らんわラーメン屋でないですよね。いや、ラーメン屋で食べる味じゃないっすよ、つかみね。まあでも美味しいな。餃子のタレ割り箸にしましてしがむぐらいもんなここは夜もやってあるんですか。夜もやってます。だってもうワイングラスがぶち食らうもん。そうなんですよ。ほんまもうワインがすごい充実してるもん。ラーメン屋でワインってね。そうですよね。夜はでもラーメンの回転がなんか夜どうちはね、全然お酒飲んでゆっくりしてたいで構わないです。あ、そうなんですか。この後なんか夜に新ネタライブあるんで、じゃあまた大丈夫やな。一杯ぐらいはいけるかな。はい、はい、っていうかこれ難しいよ、ラーメン屋でワイン頼むタイミング。いや、そうですか。どのタイミングなんですか。でも最初から飲まれてますよ。はい、あ、そうですか。普通にレストランと一緒で。あ、じゃあ白ワインのグラスを2つ、はい、あ、僕いただきます。はい、3つ、はい、3つ、はい、はい、了解です。もう覚えた、全く覚えてない。あ、大丈夫せっかくやったらいいでしょせっかくなんで、はい、いや、このランチでお酒飲むほど知らんとないよな。写真ネタはあれですか、はい、ザ・セカンドに向けて。いや、あのコントのライブって違う別件でコントの新ネタライブあるんで、はい、18? はい、セカンド、セカンド18日です。18、はい、今日が8日、うん、7日、10日、はいはいはい、さあ、では行きましょう。わあ、次やった時はスーパースターか。あ、こことそこで、はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ、すいません、ランチに、そしてザ・セカンド、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誰と何でしたっけ。僕らタモンズです。タモンズや、はい、同期なんですよ。なんかちょもろいネタ、いやー、タモンズも仕上がってますね。タモンズおもろいな、はい、これでも3本のさ、はい、考え方、はい、同じ系統の3本っていうのと、はい、全く違う3本っていうのと、はい、いろいろあるやん、はい、いや、めっちゃ迷ってますね、はい、なんかその決勝に行くまで準決勝みたいな時に、うんうんうん、一番自信あるネタやったんですよ、うんうん、ならそれが1点、2点、3点ってあのお客さんが審査するんですけど、うん、1点が6人おったんですよ、うん、そのめっちゃ受けたんですけど、うんうんうん、面白くなかったっていう1点が6人おって、うんうんうん、あれってなって、このそのネタが一番やりたいネタやったんですよ。でもこれ決勝で1点が多くなるようなネタやんのは、うん、ちょっと優勝狙うにあたっては違うかなって思ってて、いやでも難しい。でもな、はい、自分らが一番やりたいのをやるっていうのもな。そうなんですよ。なんでたまたまってこともあるやろし、はいはいはい、でもそんだけ受けてて、はい、そんな1点なんてこと絶対ないやん。いや、びっくりしましたね。そう、はい、めちゃめちゃ嫌いなんじゃん。何なんですか。何なんですか、ほんま様子見ていいかもあれですけど、はい、それで勝てたら上がってくるのは2組は分かってんの。ね、タイムマシン3号さんかザ・パンツさんですね。そのタモンさんにもし勝ったとしてもすごいな、はい、またこれはどっちも誰からも嫌われへん、はい、2組やもんな。いや、そうっす。だからもう
その2組どっちか来られてもその漫才の技術で勝てるわけないんで、そなんで逆にもう嫌いな人は嫌いっていう、はい、その1点が6人ぐらいいるネタの方が、はい、ええわな、そのネタで勝負して、なるほどなるほど、そのコンビでは、はい、もうその方向ではうまいこと言ってんの、そのせいやな、はい、今のところその方向性の話し合いは結構スムーズというか、あ、まあ、3人でうまいこと話し合い、まあ、そうですね、頭の中いや、別に2人もいいですよ、ね、頭の中いますけど、トリオやからな、トリオなんですけどややこしいんで、ニュアンスでも違ったワード使うところの何や、飽きた、そうなんですよ、さあ、来た、行きましょう、うわすげえ、でかっ、うわすげえ、元祖エビマルラーメンというラーメンです。まあ、2つ乗ってます。うわ、なんか乗ってるね。うわ、何これ、パンパン乗ってる。え、初めて見たパン乗ってる。すごいね、これ。クリームチーズ、これは、はい、パンにバケットに塗ってあるのはサワークリーム。はい、サワークリーム。これはあの味の、いわゆる味変っていう味の変化ですね。はい、途中でちょっとあの麺の上に乗せてすすったりとか、スープに溶かしたりとかします。あと体調大好きなこれ自家製エビのラー油、エビのラー油は今ヨーロッパテイストですけど、入れるとアジアにグッと回転していきますので、はい、ちょっと楽しんでいただきます、はい、で実はラーメンの麺終わった後にもう一個サプライズがあるので、あのスープは全部飲み干さないようにしてください。そうなんですね、はい、うわー楽しみやな、ヨーロッパ、まずヨーロッパ、まずヨーロッパで、まずヨーロッパ行きましょう、ヨーロッパ、いただきます、いただきます。いるわ、ちゃんとラーメンですね、ですよね、はい、うん、中華麺でズルズルいくのが美味しくないですか、うん、こう麺食ってる時の方がエビがバーッと上がってくるのが、うん、ほんま、はい、本当ラーメンっぽいなっていう、うん、美味しいわ、これは唯一無二やね、うん、うわー、ほんまなんか潜ってる感じですよね、海だからね、潜りました、うん、感じですよね、どういう感じだよ、ちょっとそろそろ俺トランジットして、アジア行っちゃいます、アジア行こうかな、え、もう、じゃあ次行きます、もう行きます、ハッセン、これはサワークリームの方が先、サワークリーム先に溶いていただいて、なるほど、ちょっとマイルドに食べて、俺もアジア行っちゃおうかな、ちょっとやってみようかな、ちょっと、でこのパンもいただいたよ、これはあのヨーロッパでパンいただいてみた方がいいかな、あ、パン、うん、そのもの、もうアジア行きましょうか、あ、すごいわ、パンも、いや、合いますね、このエビのスープと、めちゃくちゃうまい、パン、南川じゃなくて、並んで3、4回来てるらしいです、ちょっとこれエビのラー油、エビラー油なんです、エビラー油結構入れちゃっても大丈夫なんです、あ、そうなんですか、あのカレーに大丈夫だったら、エビラー油投入、これも大ファンなんですよ、サバクリームなんかうまいもんだってめっちゃ美味しいっすね、なんかうんエビラー油すごい、すごいエビと山椒、もう完全に顔変わるすごいですね、まずアジアに行ったでしょ、アジア行きました、ね、へぇ、ほんまやわ、ほんまにアジア行きましたね、まあもうちょい出てもらえば、これもう好きすぎて瓶で買ってしてますからね、あ、これ販売してるんですか、そうなんですよ、休みなんで並んでませんけど、はい、そりゃ買うわ、皆さん、めちゃくちゃうまいっす、色味よほんまやばいですね、うん、これやばい、なんすかエビラー油はこれ、うん、いや、やっこめちゃくちゃうまいと思う、あ、そうですよね、ほんでか、いや、これうまいですか、ね、普通に目玉焼きにつけても美味しいやろ、うんうん、うわうまいですね、さあ、では最後は締めというものがありまして、これはね、すっ
ごく厚い器にご飯が乗ってます、はいはいはい、リゾットです、はい、残ったスープを加えていただいて、はい、最後僕チーズを削ります、はい、でよく混ぜて召し上がってください。すげーすげー絶対うまいやん。これうわうわうわ、これをかけていい、はい、入れてください。熱いですからね、気をつけてくださいよ。ここからフレンチがさらに本気を見せてきます、ね。フレンチなのかイタリアンなのかよくわからない。そう、うわー、シェフ、フレンチはどれぐらいやられてたんですか？フレンチはもう本当17の頃からスタートして、はいはい、21ぐらいにアメリカに行ってて、はいはい、なんていう感じでもう35年ぐらいやってるじゃないですか。え、今おいくつですか？53です。あ、そうですか。はい、うわー、さあ行きましょう。はい、うわわわわわわ、来た来た、やろう。でリゾットはこのブラックペッパーを削るとまた味の締まりが良くなりますし、味を薄かったらまたスープを入れていただければね。はい、うわー、じゃあ残りもいきますからね。 ありがとうございます。幸せやな。全部バチ当たりメニューなんですよ。これシーズの雨がしょうまそうやろこれ。すごい、うわー、やばい、めちゃめちゃうまい。やったー、うわー、うわ、やったー、やりました。卵黄入ってんねや。あ、卵が、わー、贅沢、贅沢やな。これランチで食べて仕事午後からできへんねや。できないっすね。いただきます。うまめっめっちゃうまいっすね、これ。やったー。うまい。エビもこれ、プリプリしてるよね。ああ、エビまたヨーロッパに戻んねえな。あ、なるほど。すっかりやっけ、うん。午前中怒った僕は午後、口からこの匂いしたら、お前反省してえよ。匂いでバレちゃう。うん、これでスパークリングワインついて2500円。えぇ、もういいの。そうだから、スパークリングのセットがやっぱりすごい出ますよね。ああ、そうですか。はい、そうか、だからこれランチでスパークリングちょっといっぱい行って、うん、結構大江さんいますよね。え、ここから頑張ろうっていう、うん、なんか、ええな。で、これが一番オーソドックスなやつだったんですね。そうですね。で、また、あ、一番の顔で、あの、それ一回食べると次みんなカルボナーラ。なるほど。もう少しクリーミーな、今のスープにクリームを入れて一回沸かしたやつがカルボナーラ。で、変化球で、最初は担々麺が好きだから。担々麺もめっちゃくちゃうまいぞこれ。担々麺、いや、ここで担々麺頼むのだいぶ上級者でしょ。でもこのエビラー油一回ね、体験したからだいぶいってな。なるほど、ね、パンだけ頼むとかできるんですか。あ、もちろん。あ、バケントっていうあのレポーターがありますね。ほんまや、はい、確かパンです。パンで塗らすか全然ハイが効かないですよ、このお店は。こんな抜けるラーメンって食ったことないじゃないですか。ないです。これやっぱすごい、確かに他で食えないですね。これより悪く痛みってなっちゃうっていうか、うん、最初はこのそのスープがもうちょっとこうハーブの香りがあったりとか野菜とかいろんなバランスがやっぱり違ったんですよ、はい、だからそこからもうハーブを抜いたり、あとはスープ自体にはもう塩分が一切入ってないんですよ。え、そうなんです、うん、いわゆるラーメンでいうあの返しっていう旨味が詰まったものと合わせて爆発させてるんですね、うんうんうん、だから最初はスープ、あの作ったスープ飲むとめっちゃ美味しかったんですよ、うん、いわゆるビスクスープっていう、あのフランス料理の、でそれからこっちにこう変わっていったんですね。完全ラーメンの作り方なんですよね。そう、完全なラーメン、美味しいスープを作るってことじゃなくて 100% オマールエビのスープなんです。鶏とか豚とか牛が一切入ってない。はあ、そうなんです、ね、え、じゃあオマールエビ普通の あのあれより高いですよね。もちろんね、高級食材ですよ、うん、そうそう、はい、ちなみにあの日本中で一番オマールエビ使うんですよ。年間10トン使うんですよ。10トン、はい、日本に大体年間40トン入ってくるんですよ。10トンはうちが使う。日本で40トン、はい、もう10トン使ってるんですか。うちが10トン使ってる。えぇ、だから日本で一番うちが安く仕入れられる。はぁ、はい、なるほど。いやー、美味しかったです。ありがとうございました。めちゃめちゃ美味しい。すいません、ありがとうございます。
します。あとはセカンドで、はい、頑張って。セカンドトリプルで頑張って。いや、トリプルじゃないです、コンビなんで。ありがとうございます。